はい、皆さんこんにちは、千葉県の船橋市にある水岡クリニックの杉岡です。今日はですね、コロナによって今皆さん自粛がね大変ですよね。家にずっとこもって外出れないとかで、そういったことが長くこれからもし続いていた時にかなり多くのストレスが溜まってきますよね。とそのストレスがかなり溜まってきて、体の中の、まあ、ストレスホルモンというのが、どんどん疲弊してきてしまう状態。これね、副腎疲労っていう専門的な言葉があるんですけども、まあそういった状態になってきて、二次的な健康被害っていうのが生まれてくる可能性があります。これが、その自粛で自宅に長くいるときに出てくる長期的な健康被害と僕は考えています。でそのために、この副腎疲労、長く続くストレスを減らす方法っていうのをいくつかご紹介したいと思います。簡単です。一つ目ね、まず必ず1日20分でいいので、日の光を浴びてください。日の光を浴びると、体の中でビタミン D というのがたくさん作られます。このビタミン D が免疫力をすごく上げてくれます。日の光を浴びる。二つ目、深呼吸です。家の中にいると低酸素になりがちです。そのために思いっきり息をぐーっと吸い込んで、思いっきり吸い込んだ状態で5秒、1、2、3、4、5、息を止めてぐーっと思いっきり息を吐く。これを1日5回やってください。これで低酸素が防ぎます。で、3つ目。これは積極的にビタミン C を取ってください。ビタミン C も免疫力を上げてくれます。この3つ。いいですか？日の光1日20分浴びてビタミン D を取りましょう。2つ目。1日5回大きく深呼吸をして低酸素を防ぎましょう。そして3つ目、ビタミン C を積極的にとって免疫力を上げていきましょう、ね、この3つぜひともね今日から、やってみていただければと思います。ご参考になれば。